どうも、はじめましての方も、はじめましてない方も、はじめまして、海蔵亮太です。よろしくお願いいたします。というわけで、今回もですね、アフレコでちょっとね、進めさせていただこうかなと思ってます。多分今回でとりあえず一段落するはずかなと思ってるんですけれども、今回の動画はですね、私の SNS の DM、ダイレクトメッセージにですね、あるアカペラをやっている大学生から、連絡が来まして、海蔵さんと、ね、私、アカペラをやってるんですが、喉が弱くて、すぐに声が出なくなってしまうと。で、そして、海蔵さんによかったら、喉ケアの方法みたいな、おすすめの喉ケアありますか?みたいな話を、来ましてですね。まあ、僕自身もアカペラをやっていて、本当にアカペラって、本当に大変なんです。休憩がないんですよ。もうひたすら歌い続けなきゃいけないみたいな。コーラスもリードも、ベースもパーカスもやらなきゃいけないから、なんかそういう意味では、あ、すごい共感、激しく共感するわ、と思って、今回動画に上げさせていただきました。題して、海蔵亮太、今使っている喉ケアにおすすめ3種の神器、イエーイってやつです。盛り上がってください。よろしくお願いいたします。でも本当に映像でさ、今何を喋ってるのか全くわかんないんだよね。自分の過去の記憶をこう掘り下げながら喋ってんだけど、多分そんな話をしてたと思うので、ここから3種類ね、皆さんにお話できたらと思います。はい、というわけで1種類目、こちらですね。なんだこれは、スチームナノケアみたいなスチーマーです。喉とか鼻とかを潤すやつですね。ぶっちゃけこれをこうライブの前とかで使うようになってからは、ものすごく声がこう安心して出せるようになりました。今の時期とか、まあ湿度が高い時はね、あんま気にしない人多いと思うんですけど、なんか乾燥の季節とかだとさ、本当にちょっと歌っただけで喉カサカサになっちゃうみたいなのあるじゃないですか。そういう時に、このスチームみたいなやつをもう直接ね、こうやって喉にも吹きかける。もう、声帯にもう直接語りかけるみたいな感じでやると、ものすごい喉が潤って、精神的にもね、楽に声がパーってこうまっすぐね、パーって出るんですよ。だからね、結構おすすめではあります。で、まあ、なんかこれは価格はどれぐらいだったかな?なんか、多分1万ちょっとぐらいするやつで、で、会社名がね、なんか喋ってんだけど、ちょっとなんて喋ったか忘れたので、ちょっと各々で調べていただけたらなと思います。で、なんかこれを使うようになってから、もちろんその喉にもいいんですけど、なんか風系?なんか風系も引かなくなった気がする。はい、そんな感じです。あ、次二つ目、こちらですね。ちょっと読みにくいけど、この漢方薬、これめちゃくちゃ効くんですよ。これね、なんかタイトルがめっちゃ長くて、強制破滴顔料っていう、なんだろう、なんか、すごいよね。ストリートファイターとかのさ、なんか必殺技の名前みたいじゃない？なんか、強制破滴顔料、強制破滴顔料剣みたいなさ、そんな感じ。で、これね、本当に、何度も言いますけど、めっちゃ効くんですよ。なんか、喉の調子がちょっと悪いなとか、なんか歌い続けて、あ、ちょっと声が、枯れてきてるかもと思った時に、これをね、飲むと、1時間後ぐらいにはですね、結構、また元通りみたいな感じはします。うん。で、なんか漢方なので、なんて言うんですか、この体調に関わらず、気軽に飲めるっていうのは大きな点ですよね。で、なんかこれ自体は、もうそのまま顆粒状になってるから、なんか水、口に含んで、そのまま流し込んでもらえればいいよみたいな感じで説明書には書いてあるんですけど、なんか僕は結構これお湯に溶かして、なんか30分ぐらいじっくり時間かけて飲んだりとかするんです。こうやってスティック状になってて、なんかシャラシャラみたいな、ジャリみたいな感じで入ってるんです。ただ、漢方なのでもうめちゃくちゃ苦い。もう半端なく苦い。もう止まらないぐらい苦いので、なんかその辺になんか舌が敏感な方とかは、ちょっと気をつけていただけたらなぁなんて、思ってます。ちっちゃい子とか多分飲めないと思う。大人でも結構、もだえる感じの味ではありますね。で、全国のドラッグストアとかに売ってはいないと思います。なんか薬局で僕見つけるのは、やっぱ世界の松木を
松清には結構ある率高いんですが、なんかその他のドラッグストアとかにあんま置いていないイメージだったりするので、まあお近くになければ、あれですね、ネットで通販で行きましょう。さあ最後来ました、こちらですね。こちらハーブティーで、オーガニックスロートコートって書いてあるんですけれども、なんで反転させてんだろう。冷静にさ、編集の時にさ、反転直せよって話だよね。ごめんなさい。次回から気をつける。このスロートコートっていうハーブティーが、僕は、歌う時だけじゃなくて、普段からもうなんか積極的に取り入れてるみたいな、取り入れ系、オーガニック取り入れてるみたいな感じなんですけれども、こちらのスロートコートはですね、なんか本当に、喉になんか薄い膜を作ってくれるような、乾燥させないよ、みたいな膜を作ってる、そんな感覚のハーブティーです。で、なんか僕自身もよく使うので、なんかこう、ちょっと注文しようと思って、ほぼネットで注文してるんですが、前ね、2箱、1箱に多分16ティーバッグぐらい入ってるので、なんか2箱ぐらいとりあえず欲しいなと思って、ネットで注文したら、なんか後日ね、とんでもない量で、届いて、打ち間違えてね、22箱届いてました。で、そういう思い出がある、そんな品でございます。なんか結構僕的には味もね、好きなんですよ。なんかちょっとこう甘いというか、なんかお菓子感覚とはいかないけど、気軽になんか寝る前とかに飲めるような、そんな感じ。で、これもハーブティーだから、なんか気軽に飲めるよね。とにかく気軽に。はい。味はね、好みがありますね。はい。で、ちょっと中身をね、こう開けてもらって、開けてください。いいですか？早く開けてください。ごめんなさいね。なんか雑なとこが出ちゃったね。なんか汚いね、開け方が。はい。こんな感じで、一つ一つティーバッグに入ってるんですけれども、なんか、こう、お湯に入れて、だいたいね、10分ぐらい放置するんですよ。で、その後、最後取り出すときに、なんか、ハーブティーのそのティーバッグをこう絞るみたいな。絞って、なんかさらに濃いのを出しましょうって。なんでもう一個出したんだろう。わかんない。なんでもう一個出したのかわかんないけど、こんな感じで、16袋入ってます。はい。だからさ、普段持ち歩くにはいいよね。持ち歩いてて、で、よく歌うところとかにはさ、温かいお湯みたいなのは置いてあるから、なんかそれを見つけたらすぐに俺はこれを溶かして、なんか温めて飲みながら歌うみたいなことは、やってます。はい。なんか結構、よく歌う人とか、歌のお人の方にとかに、なんか配るでもありかなって思いますね。なんか結構喜ばれる。この強制破滴顔料もそうだし、このハーブティーもなんか、あげると喜ばれる。だから、あげてください。いいと思いますよ、そういうのも。はい。で、なんかさ、もうほんとアフレコなんだから、あれなんですけど、全然さ、今何をどう喋ってんのか全くわかんないんだよね。でさ、こういう動画に限ってさ、動きが少ないじゃん。だからさ、動きが少ないからさ、なんかこう、突っ込みどころもないんだよね。何を突っ込めばいいんだろう。なんか今日のアロハシャツ結構攻めてるよね、とかそういうぐらいしかできないじゃん。なんか、どこ向いて喋ってんだみたいな。眉毛太いぞみたいな、そういうさ、話しかできないからさ、こういう映像に限って、本当に音声が切れるっていうことだけはやめてほしいなって思った海蔵亮太でした。ファイというわけで、こんな感じで私ね、三種の神器、ご紹介させていただきましたが、他にもですね、まあ、やってることとか、持ってるものたくさんあるんですけれども、とりあえずこの三つは、なんか、アカペラを頑張ってやって、喉を酷使してるけど、歌いたいみたいな、DM を送ってくれた人に届いてくれたら嬉しいなという感じでご紹介させていただきました。まあ、ぶっちゃけスチーマーは、まあ、お値段的にはちょっと学生にはね、結構こう、やべえ、アルバイト結構しなきゃみたいな感じなんですけれども、残りの二つは、終わっちゃった。残りの二つは結構お手軽に買えるので、ぜひ買ってください。というわけで今日も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。無事にアフレコの習慣も終わったような気がしますので、これからはちょっと声ありの動画をね、編集して皆さんに上げていきたいなと思います。何を髪をしゃばってんだもん。本当に。熱いのか？こっちの方が汗かいてんだよ。もう本当にアフレコもありがとうございました。ね、本当にありがとうございました。というわけで、よかったらチャンネル登録と、なんかいろいろやってください。バイバイ。